はい、どうも皆様こんにちは、こんばんはございます。藤原あかりでございます。今回ですね、このリフでおなじみネオンの解説動画ですね、撮っていこうと思います。今回ね2カメラでやってるんでね、手元見えやすいようにしてると思います。で冒頭の部分はですね、これはねまた、別の機会にやろうと思いますので普通にレコーディング版の始まりですね、ここから解説入っていこうと思います。で解説に入る前ですね、解説自体に飛びたい人はここまでっていうのを出しておきますけれども、解説に入る前にこの全体の流れを知っておいた方が分かりやすいと思うので、流れだけ説明しますね。まずはこれがあります。で何回も使われますっていうのと、これの変化バージョンでっていうのがあります。でこの2つですね、基本的には。でこの変化バージョンと元のやつの中間みたいなやつがあるんですね。で中間があって、次はこれですね。サビに入っていくところまでのやつですね。っていうのが最後の終わり方が2つあって、今のが普通のやつで、一番最初だけはって感じで終わります。でサビのところですね、っていうのがあります。で、あとはですね、もうこんだけかな。こんだけ、のは、あと、で、サビが終わりましたですね。ライブバージョンの場合、っていうのがあって、で、ソロですね。まあずっとソロなんですけど、っていうのがあって、でここに帰ってくるんです。今度はストラビングですね。スタッカートしてますね、リズミカルに。だからコードは一緒なんです。でここも最後もコード一緒で、ここもコードというか形全く一緒で続けて、で最後だけと終わりますね。でもコード自体は一緒で、これ一番低い音で終わるっていう感じです。で全体の流れが分かったところで本格的に解説移っていこうと思うんですけれども、もう全体的に流れの説明だけで5分使ってますけれどもね、まずは一番最初の部分、音はこの2つを押さえてください。1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦だとすると、どっちが1で6か忘れちゃいましたけど、ここが1だとすると、ここが6だとすると、5弦と4弦の、10フレットと19、8フレットですね。で右手はですね、1345433っていう風にピッキングしてください。で一緒ですね。1345でそっからは3弦ですね、ずっと3弦3弦で次のコードはフレット3つ目のフレット3フレットを制覇してミですね、この5弦のミを中指か何でもいいですけど弾いてください。でミとは一緒でソラだけこの人差し指で引っ掛けるように弾いてください。小指でも何指でもいいですね、左手は。で次のコードはこうです。1弦3弦4弦5弦でファラシミですね。で、今度ピッキングは最後だけ違って、今度は5弦じゃないですね、4弦でシソーって言ってください。ソーは解放です。で次またここと同じ形なんですけれども、それ12111988ですかね。一つ上に来るっていう感じですね。っていうので流れはこんだけです。ゆっくりやるの難しいんですけど、一回ゆっくりやってみます。って感じですね。普通のスピードでやると間違えました。なんですね。でレコーディングではですね、っていうのを指で弾いちゃってますね。まあ全部指ですけど普通に流して弾いちゃってます。でもライブバージョンの方がかっこいいのでお好きな方でやってください。で変形バージョンですね。こっちの方がコード的には簡単で、ここ制覇12111988フレット8をですね、これは345弦ですね。でまず一番下の開放を弾いちゃって、で次はこの2本ですね。で開放か制覇だけの場合もあります。っていう風にこうピッキングのパターンは自由にやっちゃってください。って感じで最終的にこれに戻ればいいです。4回繰り返すんですけど、4回繰り返す中で一番最初のから徐々に戻るようにしてあげれば、まあ本家と全く同じにやる必要はないんでね、大丈夫かと思います。で次ですね、これコーラスっていうんですかね。これはねさっきまでの部分ができる人には簡単だと思うんですけれども、また同じ形のコードですね。でピッキングパターンもさっきと大差ないです。でコードはずらしていくだけ。指がずれますね。ずれた方ですね。で制覇して1を加える。でこの1を加えた1音は動かしても構いません。ゴージャスな感じになります。でピッキングパターンなんですけど、ここ4種類ありまして、まず1つ目が全部組み合わせですけど、13は一緒で、最後どう弾くか自由なんで、適当に決めちゃってください。でようやくソロじゃないです。サビですね。サビはもうそれこそ非常に簡単で、ストラミングですね。このコードは一緒で、最後のコードだけは違います。制覇して、で一弦を解放。でこの2本。で、5弦と3弦ですね。弾いてあげてください。リズムがちょっと難しくて、1回目は普通なんですけど、2回目がですね、レミって入るんです。よく聞いてやってみてください。で3回目は同じコード、順番逆ですね。戻る時もありますし、最後って戻る時もあります。じゃあ通してやってみましょうね。ここだけね。感じで前半部分の説明は終わりました。というかソロ以外終わったんじゃないのかな。あ、ここからですね。こことソロの説明だけ終わってないと思うので、それはちょっと15分の壁がございますので、1回切って撮り直します。はい、それではですね、続きやっていこうと思うんですけれども、続きの部分はですね、ソロに入っていく部分ですね。さっきちょっと説明忘れてたんですけど、このコード説明してませんでしたね。ミドラだとミのフラットですね。これはミドラとこの真ん中の親指ですね。この形でっていう風に上げていきます。で最後だけってやるんですが、これは至って簡単で、このミュートしてる状態から最後のこの1、4だけ出るようにするんですね。で最後のコードだけは一気に弾いちゃっていいです。で最初のコードだけはまず全部弾いてからミュートに入って、で次の音からは一番下で弾いてミュートに入って、最後はもう全部バッと弾いちゃって、ストラミングしちゃって、こんな感じです。ですね。で本当のソロに入っていくんですがっていうコード、開放を12111987開放788開放788っていうコードです。で人差し指を移動させて、おなじみのコードですね。の時のコードと一緒です。ドシソシドです。でまた同じです。これ繰り返し出てくるんで覚えておいてください。まずやってみましょうか。これ装飾でこういうミュートつけてますけど、音自体は簡単で、って感じです。でミュートつけると、でドレって弾くときに一番下の開放も加えちゃってください。ドレドレこれはどこかな、12111987だから12111987ですね、多分。時には、10弾いてますねってなってるわけですね。このファミは中央の2弦ですねのここです。今度はここですっていうのはですね。でつなげてやると、ゆっくりやるとっていう風に戻っていきます。で3つ目のやつはこれもすごく簡単で嬉しいですね。レドレドシだけです。で装飾がって感じで、制覇してるコードをちょっと部分的に鳴らしてあげればいい感じです。でところに入ってくるんですけど、これ、やってるコードというか音自体は簡単で、まずは一番下の弦ので次、下から2番目の弦のこれですね。わかりますかね。でこの形が移動してるだけです。パターンが右手はですね、ってやってるだけなんですね。説明忘れてましたけど、一番最初の3回はですね、っていう風に途中に入ってきます。で、その最後のやつが終わったら、で何回繰り返すかはちょっと忘れちゃったんで、まあ、本家の方を見てやってもらえばいいんですけど、多分4回です。で、一番最後終わる時は、本家の人はですね、もう適当にやってるんですね。で、一番最初のこれもで、ミをですね2回も繰り返しちゃってるんですけど、ちょっと僕は性格的にちょっとそれ気持ち悪いんで、ラソファソを繰り返して、間埋めて、小節埋めて、ここに入っちゃいます。ここはもう本当に自由にやっちゃってください。3回か4回繰り返してですね、ちょっとミスってますけど、ちょっとだけスピードがダウンして、ストラミングからの一番下の弦プルダウンして終わりという感じですね。こんな感じでいかがでしょうか。弾けましたかね。コードの説明とかちょっとそんなに詳しくやってないですけど、まあ、コードの形自体はね、その押さえるのが難しいっていうのはあるんですけど、単純にその指のストレッチがね、コード自体は、音の構成自体はそんなに難しくないし、同じ形のコードで形違いのコード、正派のコードとか簡単なコードが多いんで、まあ、右手のピッキングスタイルですね。最後にそこだけちょっとクローズアップしてやってみましょうか。音出さずに。ちょっとミスピックもね、本家の人もあるんで、本家の人とかジョン・メイヤーさんね、あるんで、それもまあ味なんでね、基本的に親指と人差し指だけでやってください、これは。僕は指伸ばしてますけど、ここはそんなに関係ないです。むしろストラミングするときに爪使ってるだけなんで、爪がなくても、ここは弾けると思います。ここは実際使ってませんしね、爪。見えにくいと思いますが、この腹で叩いてるんで、どちらかというと、まあ、爪で叩くこともできますけど、ね、でもそうすると指がこうなっちゃうんで、そうすると他のが弾けなくなっちゃうんですね。だから結局、まあこんな感じで叩いてるところを親指のこの腹というか側面なんで、まあ、爪は伸ばさなくても大丈夫です。で、むしろ気をつけてほしいのはこの人差し指の爪ですね。ここがこう引っかかるとなかなかこう抜けなくなっちゃうんで、ここはちょっと滑らかに丸く切っておいた方がいいかもしれません。むしろそっちの方が大切です。もし変なこの人差し指がちょっと指の形とか大きさがあると思うんで、中指でも弾けないことはないんですね、これ。僕下手くそですけどね、まあ、弾けないことはないです。だからもともと中指で練習すればいける人もいると思いますが、僕は人差し指で練習してるんで、単純に指が近いんでね。でコツとしてはここは広げてるんですけど、この「ソファっていうのを弾くときは指こうくっつけちゃってください。見えますかね。マニュアルフォーカスなんでどこで見えてるのかわかんないんですけど、この親指と人差し指を、親指と人差し指ですね、くっつけちゃって、っていう風に弾いた方がうまく弾けるかもしれません。分かりませんけど、まあ、一人一人指の大きさとか違うんで、まあ、そこら辺自分で探してみてくださいってことで、まあこんな感じでね、はい。